リアルマーケットアナライズ。マーケットアナライズレギュラー陣と多彩なゲストが全国各地を巡り、テレビでは伝えきれないリアルにここだけの話を徹底討論。あなたの投資に役立つ情報が満載のセミナー。今後の開催予定はこちら。応募方法など詳しくは番組ホームページでご確認ください。皆様のご参加をお待ちしております。それでは土曜の昼はマーケットアナライズで資産運用を考える習慣を早速参りましょう。岡崎さんの今週の注目ニュースです。まあ、本当は一つに絞らなきゃいけなかったんですけども、はい、まあ週後半にかけてですね、ナスダックが随分下がって、大きな調整局面になったんですね、はい、でそれでこの3つになりました。これ一応ニュースとしては木曜日に作った資料ですので、この後またいろいろな話が出てきます。ナスダックが4回目の調整局面、 10% 以上の下落でした。で同じ日にアメリカの大統領がロシアのウクライナへの侵攻を想定していることを言ったんで、なんとなくニュースの報道の仕方としてはこのニュースで下がったような捉えられ方をしているんですが、そうじゃないだろうと思います。同時にこの日 FRB はFRB に対してですね、アメリカの大統領が再調整するのが適切なんてですね、見直した方がいいみたいなことを言ってですね、まあ、いろんなことがあって、このせいかあのせいかということで、いろんな、焦点が絞れないまま、株だけが下がったという印象があるので、ちょっと思い切ってここで整理してみたいと思います。まずこの絵から、はい、2020年以降のナスダックの動きですね、大きく下げているところを、囲んでいます。で今回は1月19日まで書いてますけども、1月20日も下がってますから、実際にはこれ41営業日で、大体 13% ぐらい下がったという感じですね、はい。4回下がってるんですけども、1回目は当然のことながらパンデミックのところ、で2回目はおととしの9月なんで大統領選挙の前の、まだ今とはちょっと違う形で、どう違うかっていうと、ナスダックだけじゃなくて SP500 から中国が全部下がってるんですね、はい。でナスダックだけで 10% というと、その去年の2月から3月、そして、去年の11月から今回という形です。ただ今回は前回と違って、もうすでに41営業日がかかっていると、うん、ちょっと前回とは違うぞというところがあります。さて冒頭でお話しましたけども、ウクライナのせいじゃないかというんですが、多分私はそうじゃないと思います。あ、そうですか、はい。これはアメリカで ETF とかを中心に、はい、アメリカでですね取引されているロシア株 RSX というティッカーコードなんですけどね、この ETF の動き、青い折れ線グラフですね、19日のところでですねポンと戻ってるんですよ、うん。ですからニュース報道よく聞くとですね、これからプーチン大統領と電話で話し合うって言ってるんですよね。だから電話で話し合うまでは、本当のポジションを作れないはずなんで、今のところ何かやったらもうドル使えなくしてやるぞとか、黙っておかないぞみたいなことなんですけども、その前に一回、電話会議があるんだったら、そこまではまだ動かなくていいって判断してると思うんです、うん。まあ、それが証拠にドルルーブルの通貨の動きもほとんど動いてませんし、ただ天然ガスだけはこれ相変わらずですね、ヨーロッパのですね先物価格動いてますので、上がったり下がったりしてます。ただそれもこの後、これ19日までなんですから、20日までなんですけども20日もまた下がってますから、また元の木阿弥になってますから、うん、このロシア騒動は少なくともアメリカのマーケットではそんなに大きな悪さはしてないというのが私の結論です、はい。次のグラフで今度はじゃあ何が理由かというと、やっぱり金利だと思います。金融政策です。この金グラフはイールドカーブと言われているグラフで、横軸が債券の、期間ですね、償還までの期間で、縦軸が金利水準です。で赤い折れ線グラフの方が、これはニューヨークの水曜日になりますね、1月19日のですね動きです、水準です。で、青い折れ線グラフは、3月の8日先ほどお見せした前回の 10% 調整のボトムの時ですねのグラフです。でご覧の通り、例えば10年までの水準というのは全然違うんですけども、20年と30年の水準はほぼほぼ前回と一緒、むしろ30年の水準は前回よりも今回の方が水準が高いんです。ですから今回の41営業日まで、ちょっと金曜日のデータまだ取れてないんですけども、下がるかどうかとか、あるいはもっと下落率が大きくなるかどうか、一番のダメージ、一番の影響を及ぼしているのがこの30年と一番長い金利になるだろうなと、というのが私の見立てです。さらに金利の動きをちょっと見てください。調整の間金利がどう動いているか、例えばこれ変なグラフなんですけども、1年と2年と3年のグラフというのは、例えば
前回下がった時ってのはほとんど上がってなかったんですよ、ね、で今回はここ大きく上がってるんですよね。で両方とも 10% 下がってるんですけども、前回なくて今回上がるということは、ここが多分痛点ではないんですよ。痛いところはここじゃないと思うんですね。成長株が痛いところです。成長株が痛いところはさっきの30年と、それとまあ最終的には株式市場全体はこの5年の紫のところ、これも前回と同じように動いているので、多分この5年と30年というゾーンがこれからどん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 分析のメスを入れてくるときに結論として出てくるところじゃないかなと思います。さらに、その株の動きなんですが、11月の19日がナスダックの高値で、そこから下がって 13% ぐらい下がったという話をしましたが、ナスダックと中小型株はほぼほぼこの期間連動して下がっています。ダウと SP500 の方はまだ比較的それに比べると穏やかです。で逆にアメリカの中にも割安株があって、アメリカ株っていうのは全部成長株と思ったら大間違いで、大型割安株があるんですけども、これはまだプラスなんですよ。正味下がってるのはここ2日ぐらいの話で、で中開けてみてですね、中身を見てびっくりしたんですけども、今アメリカの大型割安株って昔のインテルとかシスコとかマイクロンテクノロジーというか華やかなるし90年代0年代の成長株が今は取って代わられて割安株になってると、うん、だとしたらやっぱり今アメリカに起きてるのは、これまで行き過ぎた成長株進行ですね、成長株志向のそれのやっぱり行き過ぎたものの調整が起きてると考えるのが妥当な結論だと思います、うん、ただその中でやはり深刻に心配なのはインフレです。これはアメリカに上場している主要の、まあ商品のコモディティ ETF です。ベースメタル、緑ですね、エネルギー、こちらの方がやはりトレンドを作り始めています。ちょっとずつインフレ対応にポートフォリオが動き出してるんでしょうね。ただその中で農産物までは行ってませんから、そんなにひどい形ではなってないと、まだ症状としては初期だと思います。さらにもう一つ、これ一番の大きな結論なんですけども、これだけ金利が上がってくればドルが強くなっていいはずだと誰しも考えたと思うんですが、ドル高が止まりました。でむしろ、まあ、リスクオフで円高になったりする局面があるんですが、かつての70年代の狂乱物価の時を考えると、これドル安が対ドイツマルクに対して、あるいは対スイスフラに対して10年の長きにわたって続いたんですね。それ考えると、我々が今年2022年の相場を考える上で調整か下落トレンドかの判定をする時の大きなキーファクターは、これでドル安が起きたらアメリカは完全にトリプル安になると、アメリカがドル安にならなければ調整局面で終わると、そう判定していいんじゃないのかと、というのが今の私の見立てでございます。このあたり矢島さんのご意見も伺いたいですけれども、後ほど。後ほどですね、はい、時間いっぱいになりました、はい、リアルマーケットアナライズ、マーケットアナライズレギュラー陣と多彩なゲストが全国各地を巡り、テレビでは伝えきれないリアルにここだけの話を徹底討論。あなたの投資に役立つ情報が満載のセミナー、今後の開催予定はこちら。応募方法など詳しくは番組ホームページでご確認ください。皆様のご参加をお待ちしております。